ドンムアン空港ターミナルドンムアン空港は太陽国バンコク中心部から北方に約 20km ドンムアン区にある国際空港である。ドンムアイ空港は1914年に太空軍飛行場として開港し、1924年民間航空機の受け入れを開始したアジア最古の歴史を持つ空港である。空港の名前は当時近くにあったワットドーンイーヤーを という寺院が、ワットドーンムアンに解消され、近隣一体がドーンムアンと呼ばれるようになったことから、通称、ドーンムアン気候場と呼ばれるようになった。後に正式名称は、バンコク国際空港となったが、日本でもドーンムアン空港と呼ばれるのが通例だった。第二次世界大戦後の民間航空の発展に、合わせて、アジアとヨーロッパ、オセアニアを結ぶ中継地点として、 タイ国際航空と東南アジアのハブ空港として、そして観光地としてのタイの玄関口として機能した。しかし、1970年代以降の発着機数の増加により、手狭になったため新空港の建設が計画された。2006年9月28日、スワンナプーム国際空港が開港した。ドンムアン空港の定期便は全て新空港へ移転した。空港コード BKK をスワンナプームに譲り、新たに DMK で登録された。ドンムアン空港は、チャーター機、政府専用機、貨物専用機が利用するほか、空軍基地、民間規制備場、スワンナプーム国際空港トラブル時の代替空港となった。空港ターミナルビルは改装し、展示場、ショッピングモールとして再利用される計画があったが、一時的に 対応国政府庁舎として利用されていた。長らく、バンコク国際空港が正式な名称であったが、2007年3月20日に、新バンコク国際空港との混同を避けるため、正式に、ドンムアン空港という名称に変更された。スワンナプウム国際空港が、開港直後、思考不良などにより、トラブルが頻発していたこともあり、 スワンナプームに乗り入れている航空会社はドンムアン空港の再利用を当局に要請し2007年3月25日から国内線に限り定期便が再開された。これに伴い対空航行者はドンムアン空港スワンナプーム空港間のバスを運行しており航空券を持っている人のみ無料で乗車できる。タイ国際航空は2007年に地下鉄 ラートプラオ駅にチェックインカウンターを設置し、空港までの無料バスを運行していた。2009年3月29日でドンムアンから撤退した。2009年、アピシット政権の大政府は、国内線の定期旅客便もスワンナプーム、国際空港に統合する方針を決めた。しかし、ノックエアとワンツー、ー航空は引き続きドンムアイ空港に止まった。 2011年8月1日、国内線が利用していた国内線ターミナルから旧国際線ターミナル1に移転し、チャーター便などの国際線と同じターミナルを利用することとなった。2011年10月25日、大規模な洪水のために閉鎖され、就航していた航空会社はスワンナプーム空港に移転したが、2012年3月に再開航し、ノックウェアが ドンムアン空港に戻ってきた。同年6月には、オリエントタイ航空も戻ってきたが、現在は営業停止。2012年、韓国の t ウェ a 航空は、夏季シーズンに限り、乗り入れを始めたが、空港設備の悪さや、空港警備の甘さなどを問題視し、今後の運航を停止すると発表した。2012年10月1日、スワンナプーム国際空港に就航していた、 タイエアアジア、エアアジア、インドネシアアアジアの3社がドンムアンに移転した。その後も格安航空会社の就航、増便が続き、2015年上半期の利用者は1340万人となり、LCC 旅客数が世界最多の空港となった。2015年12月24日より、旧国際線ターミナルにを整備し国内線、専用ターミナルとしてソフトをオープンした。 これに伴いタイエアアジア、ノックエア等の国内線チェックインカウンターも第2ターミナルへ移動した。ありがとうございます。